沢田総吾は日本のピアニスト、愛知県半田市在住。落語やお笑いを好み、名古屋大学で所属する卓球部の農会では、同級生と一緒に漫才を披露することになり、約2週間繰り返し映像を見て徹底的に研究し、お笑いコンビの漫才を完全にコピーし披露した。1998年生まれ、2歳の時に、 松井市学期天山派音楽教室に入り、6歳からピアノの個人レッスンのコース生としてピアノを習い始める。15歳まで講師の山口信子、山脇和弘に支持し、15歳より関本翔平に支持している。幼少期はメジャーリーガーを夢見て機械体操やテニスで体を鍛えていたが、小学2年の夏休みの富士登山で山頂に到着直後、 強風で巻き上がった火山灰を吸い込み、喘息を発症した。滑り止めの粉や砂ぼこりの害を考え野球などは諦めたが、喘息の治療で受けた小児科で医師の真摯な対応に感激したことがきっかけで医師を目指すようになる。12歳の時に東海中学校、高等学校に進学し、6年連続主席で卒業する。東海中学卒業時に、 浄土衆文首相、東海高校卒業時に、学校賞を受賞する。2017年3月に、高校卒業記念初ソロリサイタルを行い、それ以降6回のソロリサイタルを開催する。18歳から、名古屋大学医学部医学科に進学する。2018年ジュネー部国際音楽コンクール、最年少ベスト16入選。ショパンコンクール2021に出場し2次予選まで。 進んだ。ありがとうございます。